信頼ウトーナー。さあ山ちゃんです。エイトピーです。はい、ということで始まりました気候な信頼ウトーナー。この番組は導入前の信頼を皆様に、先駆けてショールームにお邪魔して実践ご紹介をしていくという番組です。本日は藤庄司様にお邪魔して話題沸騰のこちらの寝台、とある科学のレールガン、こちらを皆様にご紹介していきたいと思います。なんとこの動画がレールガンを皆様にご紹介できる世界最速の動画となりますので、ぜひぜひ楽しみに最後までご覧になってください。また皆さんですね、プレゼントもご用意しておりますので、ぜひ番組の最後までご覧いただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速行ってみましょう。では打ち始めていきたいと思います。はい、早速打っていきます。まあ簡単にじゃあスペック紹介からしていきますか。お願いします。はい、まあ通常時なんですけども、大当たり確率は239分の1と、まあ、ライトミドル帯っぽい感じですかね。肝心なラッシュに関しましては突入が約 50% とで、一度入ってしまえば、80%、まあ、約 80% での、継続が期待できるというような形ですね。まあ、一番すごいところといいますかいうところが、まあ、右打ち入ってしまって当たった場合ですね、まあ、下は650個で、マックスがですね、なんと4700個、取れるところまであると。で、仕組みとしては結局右に行くと1回の大当たりが、3回分取れるという形なので、マックス4700というところまで、期待ができるというところが、すごいところですかね。あ、それはすごいですね。まあ、ちょっとそこら辺もですね、今回あの詳しい方が詳しい方来てくれてますので天の声のような方がいらっしゃる、はい、ということですね。はい、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。お願いします。もうなんかちょっと熱そうな感じになりました。マジですか。ほら、もうみあおおおおビリビリしてる。ちょっと当たりそうですかね。そうですね。でも星3個半ですね。3個半当たりそうな。一応右手側にあるレベルボタン、これですね。はい、レベル5まで行けば期待度約 80% の最終ボタン。おーおーおー、 80% ですか。 80% ですね。今のところレベル2が、あー、緑。レベル3まではレベル3のまんまでボタンですね。はい残念パターン。あの普通に外れましたね。まあ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 、239分の1なのでそうですよね。まあやっぱりこういうね、楽しいアニメのコンテンツはこう通常時をいかに楽しめるかって重要だと思いますからね。そうですね。やっぱりファンの方が多くいらっしゃるっていうところの人気の一つが楽曲になりますので、はい、通常時からも多くの楽曲選んで流していただけます。あ、通常時も選べるんですか。はい、またミスだかミコトゾーンが始まりました。そんなにそんなに来るもんですか。あ、でも結構役物もいっぱいありますよね。そうですね、やっぱり黒子が結構人気なので、はい、各所に黒子出るように。さあ、ギジさんからのおー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 、ビリビリすごい。激アツ演出。フリーズゾーン、超電磁フリーズゾーン。はい、あ、カットインはまずあ、レベル5まで行きましたね。これも 80% ですもんね。そうですね、明らかに
え？あえ？え？マジで、そんなこんなとこまで来てまあこういうこともあるってことです、ま、そうそうですね、そうですね。お、この保留は熱いんだ。熱そうですね。なんか今まで見たことない。こちらのストーリーが続けばアクセラレーターの演出の方に来ましたね。新生変態モード、クロコ。クロコが大活躍する。いやー、たまんないですね。まあ、しかも、ね、サンリーチ、保留変化。あら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 、レールガン、紫。あ、金持ちだ。かなり熱い展開に。おー、クロコ、クロコ。諦めるな。保留変化。アクセラレーターとのバトルになりました。赤レールガン保留。お二方ともかなり熱い展開になってます、ね、これは。しかもサンリーチ、おー、はいはい、赤赤長押し3 4 4 4。もっと、あ、最初これがあれですね、上条トーマ対アクセラレーターの。そうですね、かなり熱いシーンな、激熱というやつですね。ぜひ当てていただきたいところあ、デンジャー柄のデンジャーが取ったのは赤ゲコトなんですね。でも金文字、はい、いきます。おめでとうございます。 ありがとうございます。お、レインボー、これ当たったからですね。金文字、金文字、金文字、これはいけるでしょう。ついっ、よーい、おさあ、三坂美琴ボーナス。これ、サンズ柄は何かあるんですか？サンズ柄は何もないです。あ、そうなんですね。七つ柄になれば、なるほど、はい、7だと直行、直行ルートになります。この 7% の、ね、そういうことですね、うん、そうですね。この後なんですけれども、はい、100回転の、まあ、電サポの方がついてきますので、次は、163分の1、それ確率を当てていただきます。163分の1を当てればいいわけですね、はい、それはだいたい突破は何パーセントくらいあるんですかね、当たる確率は。確率はだいたい 47%、8% ぐらい。なるほど、はい、まあ、約 50% ですね。それを突破できてしまえば 80% 継続のところに、はい、まあ、ここが一番勝負どころというところですね。当てた後、ここですね、はい、これは右打ち中も曲とか変えられます？あ、そうですね、通路時同じように、あの十字キーの方で好きな楽曲選んでいただけます。お、あ、メドレーもあるんですね。そうですね、メドレーいいな、はい、で横ボタンに押していただくと、通路時のようにモードの方も。あ、なるほど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 、はい、ノーマル、ラッキーパトモード、先読みチャンス、プレミアアップ。で今回そのパチンコの中で、オリジナル楽曲というのも入ってまして。あらあら、はい、あの三坂美琴と、クロコ、サテンさん、ウイハル、この4人の声優さんが歌ってくれるような曲を用意してますので、なんて贅沢な、楽しみにしていただけたらと思ってます。いやー、それは楽しみですね。お、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 赤じゃないですか。そ、予告強かったですか今。青、青、保留がなんか打てば大当たり。
テンパイはするのかな。全力だ。おめでとうございます。これで赤、まずは大当たり。こっちも赤保留になりました。おかなり熱いですね。はい、これは、さっきのへそでの大当たりと違って右の大当たりなわけですよね。そうですね、はい、ということで大当たりが で今回なんですけれど、このチョンといった、はい、ここがまずここで右を狙って、はい、ここが電柱になってます。ここに入れないとダメなわけですね、はい、で今回弾が3個入る賞になっておりますなので、はい、3つ入れていただければ準備完了です。準備完了。この、ラウンド中のボタンエースの方で、2000発以上取れてるかどうかと。はい、なるほどなるほど。こっちも突破しました。お、さあチャンスの方を選んで、レールが出てくる。チャンスで行くんですね。チャンスで行って、学園都市の方で行きました。おっ、これで今演出成功されましたので2000発以上は確定となります。なるほど、すごい。これが、2000発以上で、最大で4700個ぐらいまであるんですよね。あ、はい、じゃあ私あの一撃タイプで行こうと思います。いや一撃も楽しそうですよね。これがね、どのぐらいまで伸びるか、やっぱりちょっとね、見た目からでは分かんないんで、演出に注目したいですけど、メダルアイコン、最強無敵2000、はい、お、いいね、いいね。これは、さっきの2000の告知っていうことですか。そうですね、最強無敵。これが2000、3000、4000といろいろパターンがある形。なるほどなるほど、なるほど。最初に2000出て、その後まあ3000みたいな感じで。そうですね、チャンスと一撃で告知が異なりまして、はい、一撃タイプ選べられますと、例えば一気に、4000発告知したりとか。おお、っていうのも出るんですね。はい、これは今2000個だったわけですよね。そうですね。で右打ち、これラッシュ、入りましたので 80% 継続の状態となっています。これは100回転、はい、ね、で68分の1になっております。なるほどなるほど、はい、でこれが、ほぼほぼ次回大当たりまでっていう時もあるわけですよね。そうですね、基本は100回転になるんですけれども、一部の大当たりの、ところで3000回の電サポの方が付与されますので。いやー、さすがにそれは当たりますよね、それってなんかわかるんですか。ですね、一応なんですが、画面の上のところに回転数出てると思うんですけれども、はいはいはい、こちらが、まあ、ビリビリとこうフリーズした状態で100回転から動かない状態であったりとか、あとアクセラレーターボーナスっていうプレミアボーナス引いた後に関してはもう無限回みたいな形で、もう無条件で最初から、はい、っていうことですね。アクセラレーター出てくればもうとりあえずもう次も OK みたいな。みたいな。なるほど、はい、お、ロープレーみたいな。でかなり選んだモードによって演出のパターンがガラッと変わるので、あ、そうなんですね。テント超楽しいんですけど、これ片方はもうバトルメイン、片方は日常演出みたいな形になってます。こっちは私のはバトルですね。そうですね、バトルメインになってます。ちょっと僕今のサテンクエストがツボですね。上条くんとのバトルですね。こちらもかなり熱いですね。あ、デンジャー柄。おお。さあ2回目の大当たりしましたね。これでも実際ですよ。だからその蝶のところに、お、あ、すごい。これいきなり吸引ですけど。こちらが先ほど。アクセラレーター出ましたね。はい。こちらのプレミアのアクセラレーターボーナスなんですけれども、この時点で2000発以上が確定というところと、次回も、お約束できると。いやこれ一番こう、それは熱いですね。ってできる瞬間ですね。
一応ランクアップボーナスみたいな見せ方になっております、うん、でも実際だからこの3個の当たりがっていう話ですけれども、はい、この音全部つながってるような感じですもんね。そうですね、間の見せ方というのがかなり分かりづらくなってますので、はい、3つ実際消化はしてるんですけれど1つの大当たりというところで見せるようにしております。これあれですね、インデックスの30回転以内で当てた時みたいな感じですね。あ、そうですね、はい。でまあ、分かる方は分かるんですけど、このアクセラレーターボーナスはインデックスのラウンド消化中の音になってます、うん、はい。おこれはこちらも、3000回が電サポつくような告知のレールガンフリーズゾーンですね。マックス4000発マックスボーナスですよ。あらあらあら、いやラウンドがすごい数なんですけど最大で30ラウンドまで一気に消化できると。なるほど、はい。いやこれだってまだ2回目のあたりなわけです。最初入れれば3回。そうですよね、これはすごい。やはりここが239分の1で味わえるっていうのがこの回のすごいですよね。そうですよね、319じゃないんですからね。だいたい2000発以上取れる割合ってどれぐらいなんですかね。一応右打ち中の 50%50% もあるんですか。あ、 50% で2000発以上と。そうですね、なるほどなるほど。これ例えば右打ち中に、はい、どうしてもお手洗い行きたくなったみたいな場合ってはいはい、はい、どのタイミングで止めればいいですか。もうラッシュ消化している間に関してはいつでも離席してトイレに大丈夫なので、まあ図柄が揃わないでここを狙う場面にならなければ止めちゃって大丈夫、はい、ということですね。なるほど。これちなみにその3回の当たりなんですけども、はい、その2ラウンドか10ラウンドっていう話だったんですけども、はい、大体その1回の割合っていうのは何パーずつなんですか。一応なんですけれども、2ラウンドがおよそ 80%、はいはいはい、10ラウンドが、20%。 あ、なるほど、はい、あ、じゃあその20%を3個取れれば4700ですね。なるほどなるほど。今何が起きたプレミアが出てましたね。全く持って見逃していたんですけどはい、それでは腕一通り打ってきましたけども、伊藤さんどうでしたか。そうですね、239分の1でこの一撃の出玉は非常にたまんないと思います。そしてこのレールガンというコンテンツの面白さ、ぜひぜひ、皆さん楽しみにしてください。はい、いやね、ファンもたまらないものだと思いますので、実際に皆さん打っていただければと思います。はい、であとですね、こちら、特別に今回藤翔さんのご好意でマジっすか、プレゼントご用意させていただいております。プレゼントいただきました。はい、消毒スプレーとマスクになりますけどね。これは欲しいですね。はい、こちらですね、なんと39名様に39名様も、はい、ご用意させていただきましたので、応募方法はどうやったらいいですか。応募フォームがございますので番組概要欄からご応募いただければと思います。そしてチャンネル登録といいね、皆さんよろしくお願いします。お願いします。これね、言ってみたかったんですよでは、はい、次回も楽しみにしていただきたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。また見てね。